橘さん。あ、めぐるくん。大丈夫？え？あ、うん。なれなれしくしないで。私とあなたはパートナーでもなんでもないんだから。橘さん、もしかしてこの資料を届けに来てくれたの？別にめぐるくんのためじゃないわ。いい？勘違いしないで。頼れる部長もなしでめぐるくんが困ってるんじゃないかなとか、めぐるくんが転校生だから私がいない間に犯人に襲われちゃうかもしれないだとか、そういうのを心配したとかって全然ないんだから。そう、私はただあの忍って子に意地でも負けたくなかっただけよ。橘さん、あのさ、さっきはごめん。それって元の関係に戻りたいってこと？え、元の関係って？つまりまた最強のタッグチームを再結成したいのかって聞いてるの。部長と平部員、優秀な探偵と助手のワトソン君、今まで通りの本来のあるべき姿に戻りたいのかって。そうだね、うん、そういうことになるかな。あげてもいいわ。よっこらせ。立花さん、よくそんな大きいもの軽々と持ち上げられるね。余裕よ。だって本当に軽いもの。さ、めぐるくん、初仕事よ。それ部屋に置いといて。わ、ちょっと待って。
食べながら、めぐるくんがあの調査報告を聞きたいわ。優秀な君のことだから、当然私と同じで何か情報を掴んでいるんでしょ。さ、それじゃ調査報告を聞かせてもらいましょ。でもその前に立花さんに聞いてほしいことがあるんだ。聞いてほしいこと？そう、ならせっかくだから伺うわ。立花さんは、僕がカンニングの濡れ衣を着せられて以前の学校から転校してきたってことは知ってるよね。いつだったか聞かせてもらったわ。本当はそんなことしてないのに、めぐるくんがカンニングしたって噂が学園に流れて、そのせいで周りの君を見る目が急に変わったりしちゃったんでしょ。それで前の学園に嫌気がさしたって。それでね、前の学校ではさ、その自分で言うのも変な話なんだけど、僕は学年でもトップクラスの成績だったんだ。へえ、なにそれ、自慢？茶化さないで聞いてよ。そういうんじゃないんだから。忍のことを説明するのに必要なんだよ。ごめん。ささ話をどうぞ。でさ、いつも決まって定期試験のたびに学年で1、2を争っていた相手がいるんだ。それが忍さ。忍さん？そう、僕と忍はどっちかがテストで学年首位になれば、次はもう一方がトップを取り返すって具合にいつも切磋琢磨し合っていた。忍はとても物静かな子で、僕もどっちかといえば争いとか揉め事とかは苦手な性格だったんで、特に競争するとかそんな風に互いを意識していたわけじゃないんだけど、なんていうのかな、勉強の励みになったというか、二人は自然にいいライバル関係に収まっていったんだ。実際いつの間にか忍と一緒に勉強するようにもなっていて、その頃は学校の授業とかも面白くて仕方がなかった。そうこうしているうちに二人の成績はどんどん伸びていって、気づいた時には試験のたび学校では次はどっちがトップを取るかって話題が上るようになっていたんだ。へえ、秀才コンビの誕生ってわけね。新聞部の最強タッグ結成前にめぐるくんってば無断でそんなコンビを組んでいたなんて、なんか生意気。無茶言わないでよ。その頃はまだ立花さんとは知り合ってなかったんだからさ。まあいいわ、今回は特別に許してあげる。で、話の続き。
うん。そうやって僕と忍が二人で学園のトップにいた時だった。例のカンニング事件が起こったのは。桃井巡が学年トップでいられたのはカンニングをしていたからだ。そんなバカバカしくなるくらい根も葉もない噂を周囲の人間が信じるようになって、僕は何もかも嫌になっていった。そんな時、追い打ちをかけるように耳を疑うような話を聞かされたんだ。おい、めぐる、聞いたか？お前の机の中に用紙入れたの、忍だって話だぜ。なんでも、実力じゃ今回の試験でお前に勝てないから追い落とそうとしたって、今あちこちで噂になってる。その噂は瞬く間に広がって、学校中が桃井巡がカンニングをしたんだって言い張る人間と、いや、本当はこれは忍が桃井を陥れるために仕組んだ罠だって主張する人間とで二分されていった。そんな状況が嫌になって僕は転校を決めた。でも勘違いしないでほしいんだ。忍は成績の順位にこだわるような性格じゃなかったし、ましてそのために汚い手を使って人を陥れるなんてことは間違ってもありえない。だってテストの時はいつも僕と忍は二人で山を張って、それをお互いに押し合っていたぐらいなんだよ。そんな忍がわざわざ罠で僕を追い落とすと思う？僕が転校を決意したのは、自分どころか彼女みたいな周りの友人までが根拠も何もないいい加減な噂のやり玉にあげられてしまう、あの頃の環境に耐えられなかったからなんだ。眠る君たちの間にそんなことが、忍にしてみれば迷惑な話だったと思うよ。何もしてないのに僕のとばっちりを受けて悪者として勝手に祭り上げられちゃったんだから。その後別の知り合いに聞いたんだけど、僕が転校したことで結局桃井巡がカンニングをしていたのは事実だ、桜田忍は本当のことを言っていたってことで、噂に踊らされていた生徒たちの大方の意見は固まって騒ぎは収束に向かったみたいだけど。でもそれじゃあ、なんていうか、忍さんの立場を守られた代わりに、めぐる君は前の学校ではずっとカンニングをやった卑怯者扱いってこと？それもひどい話ね。でも僕はもう転校しちゃってたから、あまり実害がなかったといえばなかった。それよりも問題はやっぱり前の学校に残された忍の方だろうね。じゃあひょっとして忍さんはその時自分がとばっちりを受けた仕返しのためにわざわざ転校までしてきたってこと？いや、それはないよ。だって濡れ衣を着せられた時も彼女は僕に一言も文句や恨み事を言ったりはしなかったから。変な話ね。だとしたら彼女がこの花学園に転校してきた本当の目的って一体何なのかしら。だって彼女は最初まるで敵にでも接するようにめぐる君と勝負するために転校してきたって言ってたじゃない。でも忍さんはそんなことするような子じゃないんでしょ。だったら彼女は何のためにこの学園にやってきたのかしら。そのことに関しては正直僕が聞きたいくらいだ。
あれ、しのぶさんがどんな人かってことは大体了解したわ。仮にも我が優秀なパートナーたるめぐるくんがそこまで押すんだから、彼女は容疑者リストから外しても構わないでしょ。あれれ、でもよ、ってことはしのぶさん、あの時何を隠してたのかしらね。あの時、ほら、二人で聞き込みに行った時、しのぶさん部屋の中を見られないようにってやたらピリピリしてたじゃない。彼女が犯人じゃないなら、なんであんなにムキになってたのかなってふと気になっちゃった。そうだね、それは、なんだろう。まあいいや、そのうちわかるかもしれないし。じゃあしのぶさんのことはこれまで。そういうことで、そろそろ事件の話に戻りましょう。なるほど。じゃあイオナさんは今のところ事件の鍵を握る最有力の重要参考人ってわけね。加えて同じく昨夜中学出身の三石くんも事件に関わっている可能性が高いと。そういうこと。よくわかったわ。じゃあこっちの聞き込み結果を話す番ね。まず三石くんだけど、彼中学時代変なあだ名をつけられていたみたい。変なあだ名？うん、なんかいじめられっ子だったとかなんとか、それで変わったあだ名で呼ばれてたみたいよ。